はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は4月が終わりに近づき、無料ガチャの登場やタイムスリップ第2弾ミキサーの解禁で盛り上がる5月がやってくるということで、5月のイベントガチャスケジュール予想の方をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいということで、早速やっていきます。まずは昨年5月のガチャスケジュールから見ていきましょう。注目ポイントとしては、ゴールデンウィークに伴い無料ガチャが来ていること、マンスリー関西で無料10連が来ていること、タイムスリップ第2弾と同時にミキサーが解禁していることだと思います。5月も引き続きポジション追加がどんどんされていき、その点も注目です。そして今年5月のガチャスケジュール予想の方に入っていきます。あくまで予想で、一つの予想のズレで大幅に日程がずれることはありますので、そこら辺は理解した上で見てください。直近のイベントガチャ予想は毎週末のやるべきこと動画の方で行っていくので、この動画では1ヶ月でどんなイベントガチャが来るかのざっくりとしたイメージをつかめれば OK です。ということで紹介していきます。今年5月のガチャの予想としてはテロップの通りです。まずは2日にタイムスリップ第1弾が終わるため、それに伴った自チームタイムスリップ狙い値スカウト第1弾が来るでしょう。そしてポジション追加も予想され、超自チーム S 狙い値スカウトで先発追加と予想します。またゴールデンウィークに突入するということで、ゴールデンウィーク記念のスペシャル10連福袋が来るでしょう。そして多少ずらしてくるかもしれませんが、ゴールデンウィーク記念の5連プレゼントスカウトもこの辺りで来そうです。合計5日間計25連無料で引けるスカウトとなっており、今年も開催が期待されます。続いてイベント更新に合わせて、9日からは戦力強化スカウトで中継ぎ追加、同時に6連ライジングスカウトあたりが来ると予想します。ポジション追加に関しては直近の追加状況次第になってきますので、参考程度にしてください。続いて14日からはグレードアップスカウトでショートの追加、17日から5300万ダウンロード記念福袋ドラフトスカウトでエースの追加と予想します。エース枠はミキサーまでに追加が予想され、大きな更新となるダウンロード記念福袋と同時になると予想しました。そしてダウンロード記念福袋終了予想の24日からタイムスリップセレクション第2弾の登場、同時にミキサーの解禁と予想します。昨年のミキサーの解禁がタイムスリップと同時だったため、今年もそうしてくると予想しました。そしてタイムスリップ登場に伴い、27日から A ランク以上確定スカウト自チーム確定スカウトの登場、31日から自チームタイムスリップ狙い値スカウト第2弾の登場と予想します。そして同時に戦力強化スカウトで星を追加して5月を締めくくると予想します。5月は意外と行事が詰まった日程になりそうです。ガチャに関しては以上となります。続いてイベントスケジュールの方に入っていきます。まずは昨年5月のイベントスケジュールはこちらです。注目ポイントとしては、覚醒で新戦力が登場していること、消費コイン2分の1が来ていること、新イベントのサクッと育成ストリートが来ていることだと思います。昨年の5月は育成系イベントの開催がないですが、今年は新イベントをすでに消化済みのため、ゴールデンウィークあたりに期待したいところです。最近の状況的にかなり苦しいですが、たまには期待を裏切ってくれることを信じましょう。そして実際に組んでみた今年5月のイベントスケジュール予想はこちらです。あくまで日程は当てはめただけなので、紹介したイベントが5月中に来る可能性が高いんだなみたいな感じで参考程度に見てください。まずはタイムスリップ第1弾が終わる2日から俺の球場飯の開催と予想します。あまりにも走れるイベントがこなすぎるので、願望はドリームキャラバンですが、予想としてはこのようになるでしょう。続いて5日からはお知らせできている通り、リアルタイム対戦の大会セリーグ杯、パリーグ杯、タイブレーク杯の開催となります。久しぶりの大会となりますので、目標の順位に入れるよう頑張りましょう。そして球場未収終了予想の9日からはプロスピラビリンスの開催と予想しています。続いて13日からは告知できている通り、最強決定戦セリーグ限定リーグ、パリーグ限定リーグ、コスト630リーグの開催が確定しています。ここへ向けて仕上げている方は勝負の期間になりそうです。続いてプロスピラビリンス終了予想の14日からはコーダの達人の開催と予想します。こちらも希望は育成系イベントですが、現状を踏まえてこのような予想になります。
そして17日からは7日間イベントとしてホームランダービーライバルズの開催と予想します。今年は新戦力が早めの登場となりましたが、出すペースが早いため次回の覚醒はまだ来ない予想です。もし来るとすればプロスピタワーあたりで助っ人外国人になるでしょう。また17日にダウンロード記念福袋を予想しているため、このあたりで特訓 1.5 倍もしくは消費コイン2分の1の開催と予想します。育成する機会が少ない分、これらのイベントは通常通り来てほしいところです。そしてホームランダービーライバルズ終了予想の24日からはタイムスリップ第2弾の登場に伴い必勝アリーナが来ると予想します。偶数弾はボーナスなしのためバッティングトラベラーとの2択になるでしょう。そして最後31日からスペシャルミッションを開催し5月を締めくくると予想します。5月も盛りだくさんな内容になりそうです。5月のプロスピのイベントガチャスケジュール予想は以上となります。大体の行事は把握できたでしょうか。5月も引き続き重要な月となり、無料ガチャの開催やミキサーの解禁、タイムスリップ第2弾など注目点の多い月になると思います。あとは育成系イベントが来ることを祈って5月の更新を楽しみに待っておきましょう。この情報が良かった方、5月のプロスピが楽しみな方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてはオーダー選手の称号チャレンジをしていきたいと思います。今回やっていくのはこちら、松本選手です。松本選手は最新スピリッツ4600となっており、しばらくオーダーに入る選手のためやっていきます。称号でミートエーガー狙えるため、そちらを狙ってやっていきたいところです。ということでやっていきます。レアリティの高い称号の方がミートエーは決まりやすいため、極意志は一応1枚使って若干確率を上げてやっていきたいと思います。お願いします。まあ、5枚使うのはもう少しね、重要なチャレンジまで温存しておきます。大砲ということで、これは残念ながらミートエーは決まらず、称号チャレンジの結果はこんな感じです。続いてログインボーナスの S ランク 10% 契約書と溜まっているゴールド契約書があるので、合計3連で引いていきましょう。まあ、こちらちょっと期待値薄い開封なので、まあ、最初の演出が渋めだったらスキップしようと思います。さあここです。さあもう1段階ということ来なそうなのでスキップします。ということで契約書はこんな感じです。続いて日付変わって撮影している29日8時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進め、2倍試合は使わずに進めている。自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。ランクアップ報酬の方はご覧のような状況です。最短の試合数で累計を終わらすため、2倍試合は使用せず進めていましたが、正解だったと言えるでしょう。積みの目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、明後日はイベント更新の前日ということで、更新予想、タイムスリップ、累計開封、ゴールデンウィークについてまとめた動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。